はい、馬主くんチャンネルです。今日は積載車ね、フラトップって言って床までべったり車庫端がね乗り降りしやすいようにまあなってるんですけど、まあこれのね私なりの積み方でレンタカーでこれから借りる人とか積み慣れてない人とかにおすすめしたいなという積み方ですね。普通の車だったらいいんですけど、今日紹介したいのは後ろで積むっていうのを紹介したいと思います。なんでかっていうとね、競技車両の場合窓が開けてもちょっと外が見づらかったりとかいろんなねことがあるんですよ。だからサイドミラーの横を見るだけで入れやすいっていうのをおすすめしたいと思います。はい、で積むね、いつもの私が大会で乗ってるこの車両ですけども、結局ねフルバケとかロールバーとかやっぱね身動きが取りづらいから窓を開けてね横を見ると結構きついんですよ。結局例えばこれで窓を開けたとしても、窓開けますね、この、まあ、窓を開けた状態で身を乗り出して前を見るっていうところがなかなかねやりづらい。でじゃあ私は何をお勧めするかっていうと、このサイドミラーだけで積むっていうことですね。で身を乗り出さないで、まあ、ましてはね競技車両ってそもそも私なんかもそうなんですけど、これは窓開くからいいんですけど、窓開かない車とかもね乗ってたりするんで、そうするともうドア開けるぐらいしかないわけですよ。そうするとね非常にやっぱり大変だと。なので一人でも詰めて、なおかつこのままねバックで積んでいきたいと思います。でその時にねどういう風に見えるのかっていうのもちょっとお伝えできればと思います。さあじゃあねドライバー目線からどう見えてるのかを見ながらいきたいと思います。これねどういうことかっていうと、このサイドミラーのところを見てください。ちょっと下がってきますね。このタイヤと積載のね荷台の縁を見ながら行きます。見えますかね。はい、この縁のところをねタイヤと積載の縁をね見ながら行くんですよ。まあ簡単に言うとこのねこの縁と、まあ、タイヤ、これで言うとまあそこね、まあ今ギリギリですけどね、そこを見ながら、サイドミラーで入れるとというのが私のおすすめのやり方です。結局ねこうやってね前乗り出して前乗せしようと思うと結構乗り出さないと見えないんですよ。でもこれだったらサイドミラーだけ見てリアタイヤと縁石の状態を確認しながら下がればいけるんで、私はねこれねおすすめなんですよね。さあそしてね今積んだんですけど、外から見るとはいこれだいぶ近いです。これだとね当たってはないけど近すぎちゃって積載ってね積んでるとき結構動くんですよ。なんだかんだねずれたりもするんで、きっちり止めてるつもりでもね、なのでちゃんと反対側の隙間を見てこれはねやり直します。これだとこっち側がねこんだけ空いてるんで、もっとやっぱ左側寄せないといけないんで、こういう時はねちょっと前出て少し入れ直します。さあこれでねどうでしょう、右側が少し隙間ができて左側がまあまだね左側の方が若干隙間あるぐらい、これぐらいの左右バランスになれば若干多少動いても大丈夫かなと思いますね。まあこうなったらあとは縛っていきましょう。でウインチでね純正の牽引フック引っ掛けちゃう人いますけど、前にも私ね動画で言ったんですけど、純正の牽引フックで引っ張っちゃうとショックがね引っ張られちゃってダメしちゃうんで、ちゃんとホイールに引っ掛けるようにしましょう。ちょっとそれ実演していきますね。ウインチ、それと使うのはこの紐ね、紐っていうかこのなんか丈夫なロープ、牽引ロープなのかな、これをこのホイールに回してつけていきます。よし、これでじゃあ引っ張っちゃいますかね。はい、じゃあどうなったかというと、このウィンチにこのロープね2つも引っ掛けて、ここを経由して下にあったんでね、ないレンタカーだったらまあこれ使わないのは直接引っ張るでもいいですけど、
で、ホイールをぐるっとアームっていうかスポークのところにも引っ掛けながらこうやって固定しました。で、これで引っ張っていきたいと思います。これでね、積載のこいつオンにして、これだね、これでうい、おいおい、あれ逆だった。はい、引っ張られていきます。はい、ガチガチになるぐらい引っ張ってちょうどいいぐらいです。さあ、じゃあリアがね、これでちゃんと固定できたら、次はフロントいきます。はい、大抵のね、積載フックがまあこことかこことかにあると思います。そっちにもねありますけど、まあどんな積載でもまあ角は間違いなくあるだろうから、まあそことね、さっきと同じようにホイールをぐるっと巻いて固定します。まあ今日はね、ここにもあるからそこも経由していこうかな。その方が下にグイッとね引っ張られると思うんで。よし、さあ、で今ね、ある程度で止めました。ある程度で止めたのは理由があって、ちょっと一回ねハンドルロックかけたいと思います。一回鍵抜いてね、よし、これでロックかかりました。で、刺しときます、また鍵は。で、これでハンドルロックがかかったので、これで動かない状態です。で、さらにこいつを、よいしょ、あー、もうこれでガチガチだな。さっきね、ちょっとね、このままここにかけようかなと思ったらエアバルブがあったから、エアバルブはね、もしかしたら締め込む時にまずいことになっちゃうかなと思ったんで、まあちょっと下側でね、スポークのところにかけました。これでとりあえず、まあ締めるのは OK です。で、これね、たるんでるこの紐、俺もね、失敗したことがあるのが、これはね、なんとなくぐるぐるっと適当にやっといたら、ほどけてね、たるーんってね、外にね、貸してる時になっちゃったことがあって、これね、必ずぐるぐる縛ってちゃんと垂れないようにしといてください。これに、ね、関しては大体です。まあ、やり方も何もね、ないんで、人によってはね、なんか綺麗なやり方あるよとかあるかもしれないですけどね、もう逆にそしたら教えてください。まあ、私はいつもなんか、こうやってなんとなくぐるぐる回して、このぐらいやってから大丈夫かな。で、私の場合はちょっとここのね、スペースにタイヤをね、積むんで、ちょっとサイヤそれ積んじゃいます。はい、タイヤのね、固定についてはちょっと他の動画で上げてるんで、まあそっち見てもらえればと思うんですけど、まあ前側とね、後ろを固定して、タイヤもこの位置に固定して、まあこっち側でね、こんな感じで経由して、タイヤはまあ固定されてるんですけども、さあ、じゃあこれをね、車上げていきましょう。フラトップなんでね、ちょっとこのまま上に上げてきます。だいたいね、こういうリモコンってスピードアップボタンがあって、ここにね、ウサギのマーカーが、これを押すとね、速くなるんですよ。で、ちょっとしばらく押しておくと離しても大丈夫。いやー、やっぱフラトップはいいね。 Y、 まあ、こんな感じで、さあ、固定されて、あ、下が上がって、はい、これでおしまいです。さあ、積み込みができました。積載に積んであるのを見てね、人によってはこうやって後ろ向きで止まってると、あれなんで前で積んでないんだろうって思う人結構いると思うんですよ。でもね、後ろから積むのは特にこういうドリシャは理にかなってると思うんで、何かね、レンタカーを借りて乗せるなんていう時がある人は、あ、まあよくね、こういうのをまあ参考にしてみてはどうかなと思います。まあ普通の車積むんであればね、幅も狭い車とかであれば何も困ることないかもしれないですけど、まああくまでね、こういう牽引のね、なんかロープみたいな止め方だとか、そういうところも含めて、私はドリシャ積む時にこういう止め方はいいんじゃないかなと思うんで、まあぜひやってみてください。はい、どうだったでしょうか。これね、一個注意点があって、前を止めてる方の牽引ロープ、こっち側ってね、緩みます。今はね、もうこれもうパンパンに張ってるんで微動だにしないんですけど、不思議なもので、走ってね、車って馴染んでくると、ここが少し緩みます。後ろのね、引っ張られてるのは結構ずれないですよ。だけど前はどうしてもやっぱりね、走ってるうちに、まあ、当然ゆっさゆっさ揺れたりもあるんでしょうね。そういうのでずれてきやすくなるんで、よくね、あの遠征先からガレージミラルダーが帰ってきて、あ、戻りましたなんて高島さんのとこ行くと、あれ、この町くん前少し緩んでるよみたいなことがやっぱ何度もあって、つけた時はね、もう完全にガチガチでやってるんです、確かに。なんですけど、途中で時々、例えばサービスエリアとか寄る時あったら、ぜひ見てください。見ると、わっ、ワンノッチいけるとかっていう風になると思うんで、まあ使い方がね、慣れてない人ほどこそ
まあ、ちょっと走ったら確認する、そんな感じでやってもらえればいいんじゃないかと思います。また明日の夜9時にお会いしましょう。以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。